上、新電機株式会社は、大阪市何枠に本社を置く家電量販店を展開する企業。東証一部に上場。上信の名称で店舗を展開。他に、玩具店、キッズランドを要する。2018年3月時点で238店舗。清志博士新三郎が、1934年9月、キズ配給所にて、 上心の野豪の聖火中外衣装として創業したのが始まり。野豪の由来は自身の生命の上心を聖火の上等で新鮮なイメージと読みやすく覚えてもらいやすくの意味合いから上心に置き換えたもので家電業となった現在も上質で新鮮な家電の意味合いで上心の野豪が受け継がれている。繊細により聖火中外衣装は廃業したが 戦後の1948年にラジオパーツ販売を主体とする上、新電気商会として再興する形で家電業に進出。後に家電量販店への業態変更を行い、後に大阪府内の郊外へも進出するなど、チェーン展開を始めた。その後、全国各地の地元家電量販店との提携による、 フランチャイジー方式での全国展開を始め、後にフランチャイジーを解消した3級グループ等の一部の家電量販店は、その後も上新電機との業務提携を続け、やがてボイスネットワーク結成へとつながったが、後にその関係も解消され、フランチャイジー協力会社と共に上新電機グループとして独立した動きを見せている。 2021年11月現在、以下の都道府県に出展している。家庭電化製品全般パソコン関係専門音楽、映像ソフト、家庭用ゲーム機及びゲームソフト玩具、各種模型、ゲーム関連商品専門店。下記は、キッズランド専門店で、他にもロードサイド店舗を中心にキッズランドを併設した、上新店舗は、多数ある。 各地の店舗で売れ残った、店頭展示品や、型落ち品、流通在庫などの格安販売ガンダム S、内は、同業他社。関西を、創業地とする関西資本の家電量販店が、次々に経営破綻や同業他社の参加に入る中、今日まで独立を保ってきたため、唯一の関西資本を自称している。京電グループ企業の中川無線電機が営業する。 家電量販店、中抜き屋を関西企業である SK ジャパンに売却したため、上信が唯一の関西資本の家電量販店とは言えない時期があったが、2008年3月末をもって中抜き屋が家電販売から撤退し、2013年2月末をもって全店閉鎖となったため、現在は名実ともに唯一の関西資本となっている。 本社のある日本橋は元より、幹線道路沿いのロードサイドを中心に展開している。しかし90年代末頃に、小島や山田電機などが進出し、上新単体での店舗が軒並み閉鎖に追いやられている。一方で、強い集客力を持つ大型商業施設内にある店舗では好調である。かつては、フランチャイズ店舗も含めると、北海道、青森県、 宮城県、山形県、群馬県、栃木県、岡山県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県に出展していたことがあったがすべて撤退している。日本橋ではとの競合がロードサイド以上に激しく、家電系、パソコン系の売り上げが落ち込む一方で、あまり競合に絡まない、趣味系では好調である。また、エコロジーを経営の重要事項として実践しており、 本社ビルでは、国際規格 ISO14001 認証を取得、また、同屋上に緑化庭園 J ガーデンを実施している。店舗においては、駐車場に車を停めて降り立った瞬間からお客様を迎えようという姿勢から、緑化駐車場 J エコパーキングを導入。新店舗、既存店舗を問わず、条件に合った順に実施し、CSR の一環として、 環境配慮型企業を広くアピールしている。他の関西資本や関東資本の家電量販店よりも早い時期の1980年代、初頭よりホビー関連に目をつけ、日本橋の上新規村店の一部のブースを改装して、玩具や鉄道模型、プラモデルを主体とした玩具販売部門に進出した。後に、玩具ホビー専門店、 キッズランドとして1988年の郡山インター店を皮切りに各店舗へ展開し始めた。特にまだまだ低価での販売が中心だった鉄道模型においてキッズランドでは常時低価の20%引きを実現。多くのモデラーの支持を得て以来上新の新店舗及びリニューアル店舗ではキッズランド併設が多い。その後、 よその家電量販店も追随したが、上進ほどの拡大を見せていない。なお、通販ネットショップ、女子ウェブでもキッズランドの名称こそないが、鉄道模型などのホビーに力を入れ、こちらも遠方で、上進の店舗や近くに模型店がない人の拠り所となっている。2003年より、阪神タイガースのスポンサーとなり、阪神主催試合での各選手のこるヘルメットに、 女神のロゴが入るようになった。翌年からは同じく、阪神主催試合での各選手のユニフォームの右袖にも入れられるようになり、関西以外で展開している地域での上新電機の知名度が格段に向上した。なお、ヘルメットのロゴシールと袖のロゴアッペンは店舗で購入することができる。今岡誠、赤星のりひろ、矢野洋大各選手が、 同社の CM に出演しているほか、店舗内で、阪神タイガースの歌が流れていることや、従業員が、阪神のユニフォームを模した縦縞の発表、着用していること、各種阪神タイガースデザインの商品やグッズの、販売を行っていること、一部購入者特典として、グッズや阪神戦チケットのプレゼントを行っている、ことなども、その象徴である。なお、 2003年及び2005年に同球団がリーグ優勝した際には優勝セールを全店舗で開催している。阪神主催試合では社長が支給式を行うことがある。なお、この関係で競合店であるビッグカメラは阪神ではなくオリックスバファローズを応援する立場を取り、同球団主催試合の観戦チケットプレゼントなどを実施している。 2013年には、阪神球団との間で、球団史上初のオフィシャルスポンサー契約を締結。イメージキャラクターを務める阪神の選手も、ノーミー・アツシ、アリタ、伊藤・早太の3名に変わった。なお、2014年及び2015年の、イメージキャラクターには、ノーミ西尾勝義、藤波慎太郎を起用。当社の地盤である、 関西地方出身の選手が、当社の CM で初めて揃うことになった。2016年は藤波、植本博則、梅野龍太郎が、2017年は梅野に代わり岩佐田、雄太が務めた。2018年からは植本、岩手と秋山匠が務めた。2020年からは梅野と糸原健人が務めた。2021年は、 阪神の選手は起用されていないテレビ番組ラジオ番組ありがとうございます。